皆さんこんにちは。今回はこのスタートダッシュステップアップオーダーっていう SOIF を始めてから72時間以内にしか引けないこのオーダーを引くべきかどうかっていうのをお話しします。これよく俺の動画のコメントで来るんですよ。始めたばかりなんですけど、このステップアップオーダー引くべきなんですかみたいな質問が案外来るんですよね。で、結論から言うと、これはステップ1はまあ引いていいかなって感じですけど、ステップ2からは引かない方がいいって俺個人的にちょっと思います。いや、ステップ2は引いてもいいのかな、どうなんだろう。これね、ステップ1、2を引くとね、ここの提供割合っていうのがあまりにも低すぎるんですよ。で、まあいいスキル狙うのもきついし、これほとんどが多分始めたての人からすると外れみたいな、もうそういうスキルがほとんどなんですよね。まあこのステップ1、ステップ2もね、確定枠あるんで、まあ当たりが出ることもね、あると思うんですけど、そんだったらまあ他のオーダー引いた方がいいのかなってちょっと思うんですよね。で、これステップ3になると勇気が確定になるんですけど、まあこのマジカルガール勇気っていうの当たったら嬉しいけど、始めたての人がこれ当てた方がいいのかっていうとちょっと微妙だし、なんか他にその始めたてでいいなっていうスキルもなかなかないんですよね。で、このステップ4の確定枠、アスナ1枚確定なんですけど、これも、まあ、このバルコメって呼ばれるやつあったらいいけど、始めたての人だともっとなんか狙いたいスキルあるじゃんっていうのがあって、本当に始めたてだと、やっぱもっとそのパワーライズとか、そういう根幹をなす、なんか全ての基盤になるような、ものを優先して取った方がいいような気がするんで。で、ステップ5は2500ジムでキリット2枚確定なんですけど、これもほとんどね、なんかね、この突き進む英雄キリットぐらいしかないんですよ、いいスキルが。始めたての人からするとちょっと、ほとんどいらないかなみたいな感じなんですよ。で、これをステップ5まで引くくらいだったら、期間限定のオーダーさ、もっといろいろいいの出てると思うんですよ。例えばこういうリーファバースデーオーダーなんか、これステップ5まで回さなくても、これステップ3でリーファ1枚確定なんですよ、星音ので。こういうので、例えばこのスイートキャッスルリーファを狙うとか、そっちの方がやっぱ価値の高いスキルが当たりやすいっていうか、狙っていけるっていう感じがしますし、まあこのリーファバースデーだと他にも、例えばこういうね、ダミズのオノモットのなんかリーファとか、まあ他にもいろいろね、リーファいいスキルあったりして、まあ副産物的になんか当たったとしても、まあいいの出るよねみたいな。でもこのスタートダッシュステップアップオーダーって古いスキルしか入ってないんですよ。で、当然性能的にはやっぱ新しい方のスキルの方がもういいもの圧倒的に多いし、やっぱ確率的にもいいやつが当たりやすいんですよね。で、これリセマラ終わった後に引くやつじゃないですか、ステップ2345って。リセマラ終わった後に引くやつだったらやっぱり確率がすごく大事だし、まあ、こっちの方がステップ3まで行けば、この看板スキルみたいな、なんていうの、そのピックアップのスキルが2つ、 25%、 25% でどっちか当たりやすいっていうのがあるんで、確定枠で。やっぱね、これね、海外のね、 YouTuber も言ってたんですけど、このオーダー罠だよみたいな。まあただね、このね、ステップ1の 250GM で星4確定はまあ引いていいかなくらいなんですけど、このオーダー確かパワーライズ入ってないんですよね。って考えると、このオーダーを一周するくらいのジェムがあるんだったら、もはや他の開催中のオーダーを引いた方がいいっていうのがあるんで、まあ始めたての人がこれをマジでステップ5まで引こうとしてるんだったら、やめておいた方がいいと俺個人的には思います。これゲーム開始から72時間限定ってすげえさ、緊急性があるから、あ、これ引かないといけないのかな、これいいオーダーなんだ、引かなきゃみたいなさ、なりやすいんですけど、これステップ5まで行ってまでこのスキルを狙うかっていうと、これ確かにすごく便利なんですよ。片手直径のモッドスキル使う場合は、この攻撃強化4バフっていうのがすごくいいし、なんといってもこの通常よりスイッチゲージ増加量が多いっていうのがすごく大きくて、
あの掲示板っていうやつね、あの一人で周回するやつあるんですけど、まあ、それ周回するときもこれスイッチの溜まりが早くてすごく便利っていうのがあるんで、まあ、配布優位って言われてるその配布スキルと合わせるとすごくねスイッチの溜まりが早くてやりやすいんですけど、まあ、そこまでして狙うくらいだったらステップ5まで行ってもっと強いの入ってるスキルを狙っていく、あの他のオーダーでね、その期間限定開催の、あのいつもの今開催中のこういうねオーダーで狙っていくのがいいかなって思います。まあこれあくまで俺個人の意見なんで、まあ、絶対にそうしないといけないっていうわけじゃないんですけど、まあね、こういうねそのリセマラ当たりランキングとかも作っちゃったんですけど、これでリセマラするの多分あの本当に厳しいと思うし、まあ、この動画撮ってる時点だとね最近ちょっとあの動画にしたんですけど、あのこのオーダーでね今の期間だけ本当にいいリセマラができるんで、これでやった方が早いっていうのもあるし、まあ、とにかくこのオーダーなんか引くの微妙かなってちょっと個人的に思いました。ただねそのスタートダッシュステップアップオーダーはちょっと微妙って言ったんだけど、こっちはいいです。こっちは、まあ、入ってるスキルがこういうやつなんですけど、確率がまああのそこそこいいというか、まあ、絞られてはいる方だと思うんで、そのステップアップよりてか正直この突き進む英雄キリトを狙うだけだったらまだこのスタートダッシュオーダーで狙った方が早いっていうのがあるんですよ。しかも250ジェムでリセマラできるから、あのジェムの消費が少ないっていうのがあるんで、余ったジェムとか他のオーダーに回せるし、あとはこういう堅牢堅固ヒースクリフとかこういう砕けぬ石優位とか、まあ、こういうのが当たれば、まあ、いずれタンクとして使えたりするんで、まあ、これは火力としても使えたりするんですごくいいし、まあ、今はなんかこの動画撮ってる時点だと2500ジムもらえるいい期間なんで、その期間が終わったらまあこっちで、まあ、リセマラでその砕けぬ石優位とか狙うのもいいんじゃないかなって思うんですけど、まあ、とにかくこれ微妙ですっていうのをちょっと言いたかった。まあステップ2は、引いてもいや、でもこれステップ2引くぐらいだったらこの分貯めて、この開催期間中のさ、こういいオーダー、ステップ3とか5の確定枠まで回す方がいいから、ステップ2もちょっと微妙かな。ステップ1はまあ250ジェムで星読んでるっていうのがすごくいいんで引いてもいいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。